はい、こんにちは、ナナスキです。というわけで、今日も行きましょう、マインクラフト。前回ですね、動画にはできなかったんだけど、地図をこれぐらいまで作りました。今回は、こっちの方に行ってないので、ちょっと行ける範囲で行こうと思って、地図を少し完成度を高めようと思います。というわけで、行くです。越えなきゃならないかな。それがちょっとめんどくさいんだけど、なんとかなるっしょ。お？穴か、穴があるかと思ったら、こんだけか。そうそう、地図を見ながらちょっと説明です。この左上の方、村があります。はい。で、そんだけ。あとは何も発見できません。
で何もない。本当なんか新しいのか、地形とか全然。あ、もらった。よし、この3つ目発見。さあ、撮影のために一回モップをオンして、はい、村到着です。何のか片っ端から乗ってこう、乗ってこう、thank you.
ほうほうほう、今だっけ。あ、なんかすっげえ、これか。むっちゃでけえ。なにこれ。こんなのもあるんだ。こんなの初めて見た。すごいね。カズキ、見たことある？こんなの。いや、ない。じゃあちょっと記念撮影しようか。そもそもとさ、フィギュアが、はい、まあ、とにかく記念撮影。くしゃ、くしゃ、えぇーす。
ペリジアの前哨基地。え、こういう空いてる場所にあると思う。空いてるところも埋めないかな。和樹くん頑張って埋めてください。もしなかったらどうする？生成されたんだよこれ。もっといもっといだ。すごい斜面の崖がもうあったいな。でこぼこじゃない。そうか、ああいう感じのやつか。それって不自然だよ。不自然怖いこの誰かが作ったのか。あそこにもなんかオレンジ色。あれは豚か。いや待てよ。いや違う。あ、とりあえずあっちが空いてる。あっちはもう今日探索する範囲から外れてるから。あれは違う。また弁護だ。まあいいや、絶対営業電話。けれど、まあ、今日はこれぐらい回ったからいいか、帰ろう。もうって結構お父さんね。あそこもうめちゃくちゃ急斜面じゃん。あそこ父さんこんだけ回るとね、酔って気持ち悪くなるんだよ。そうじゃん、カズキは買わないか。そうだね、カズキ道は買わないか。歩いて帰って。家はあるんだし。こっちが家まだ作ってないわ。いや、それじゃあここに、あそこの巨大ネザーユートの近くに第一拠点作ったらいいじゃん。それはまたの機会に。おお、すげえ。それよりもこんなでっかいの。いや、もっとでっかいの。見たことあるだろ。すごいね。何だ見たの。まあ一個だけしかないけど。だけどあの巨大なネザーユート。初めて。さあ、あとはこっちまっすぐ行けば。あとあのめちゃくちゃ巨大なネザーユート。まっすぐ行けば帰れるはずだよ。この山を越えるのがめんどくせえんだよな。スーってどういう風にやるの。山登らないとね、拠点に行けないんだよ。山の上にあるの。山の向こう側にあるから。どこどう。山に囲まれてるから。低いところがあるんでしょ、お父さん。低いとこあったっけかな。山の、ま、村の周りでっかい山がもう敷き詰められてて。あ、マグマだまり。どこ。あ、これか。でっかい。おお。
まあ、馬玉に当たると見たことあるな。桜だ。それはこの桜の向こうに拠点があるんだよ。でっかい洞窟だ。でっかい洞窟入りたい？無理。なぜか鍾乳石がむき出しになってる。あそこに。どこ？ほら。ああ、本当だ。なんでだろう。鍾乳石って普通洞窟内にあるんだよ。そうか。やっぱりこの穴とおかしいよ。おかしい？うん。なんかすごい桜がたくさんあるし。そう、桜ありすぎだよ。それ砂漠とかあんまないし、オアシス砂漠とかサバンナとか。そうだな、全然ないよな。うん、自然に生成されたっていう感じが。じゃあ誰かが作った？それにあんな巨大なネザーゲートとか、むき出しになってる鍾乳石、むき出しになってる鍾乳石、明らかにこのワールドおかしくない？おかしい？いつかその謎を解き明かす時が来るかもね。来るかもね。和樹くんが解いてくれる？この山の向こう側？あそこ低いじゃん、そっから行くか。ちょっと遠回り。いや、低いっていうか、ちょっと待って。何？あの洞、あれ何？洞窟だよ。なんだこれ、でっか。入り口はあんまり大きくないね。カズキが見たやつよりは小さい。やばい、登れない。ブロック置いたら、掘った土で。落ちないように気をつけてね。お父さんのロッククライミングは初めて？初めてじゃないよ、何言ってるの。違うよ、マイクラの中でだよ。そうだ、マイクラの中でもやってるよ。それじゃあ現実だよ。現実でもやってるよ。今では？今やってないな。確かに。昔は山登りやってたよ。桜の木にもなぜか蜂の巣がある。なんでだ？こんなの見たことない。あるよ。そうさあるよ。蜂の巣。なんか飛んでる。蜂か。蜂だ、蜂。また蜂の巣。小月はこんなの見たことない。じゃあ今日の宿は？いや、もう書いたよ。じゃあ明日の宿題は？あそこのやってきたのかな。あれ？村はこの辺りに、あれ？どっちだっけ？あら？どっちだっけ？ついにお父さん迷子かな？やったー。ここ降りるのもまた大変なんだよな。ちょっと手持ちに水バケツない？ないんだよ。水バケツがあったら一気に落下して水バケツ着地できるのか。まあちょっと手持ちない。すごいね、マグマの家。よし、村に帰ってきたぞ。そこが、あ、アイアンゴーレムだ。そうだよ。ピジちゃんと戦ったから。ご苦労さん。あ、ヌルベッドだね。やった。この白いやつはお父さんのやつ。そうだよ、お父さんの羊から今日買って作ったんだよ。ここにいるのはヌルベッド全部？全部じゃない。壊した家からも全部壊し。しあ、ヌルベッド増えてる。はい、というわけで帰ってきたっす、今回はこの辺で。なかなか地図作りが終わんないけれど、 PJ 基地も発見できなかったけど、そう、今回はこの辺で終わります。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた、お疲れ様っす。